まあ、今日は本当にみんな楽しくって感じですし、まあ、また明日から切り替えてワールドカップに向けて頑張りたいと思います。まあ、その代表に選出された、まあ、その本日のゲストはマイナビベガルタ仙台レディースの北原茜選手です。よろしくお願いします。もうあのワールドカップの時だけじゃん結局。しかもその時も全然関わってなかったじゃん。そうですね、後ろから私はゆきさんの背中を見てたぐらいで。ごめんね、気にかける余裕がなくて。もうたまーにちょいちょい話してくれたのはすごい嬉しかったですよ。シャイだからさ、ごめんね。なんか自分の中でゆきさん本当に黙々とやるイメージでした。でもなんか一言かけてくれる感じですよね。なんか他の選手とかにもちょっと一声かける、あんまり普段そのすごい喋るとかじゃないんですけど、なんかちょっとボソッと近寄って声かけないっていうのはすごいなと思いました。あの高校サッカー出身、藤枝順心高校の。あ、なんで藤枝に行こうと思ったの？地元が藤枝で、自転車で10分かからないぐらいのところに10分あって、でもう一個藤枝西高っていうところが結構強いチームがあったんですけど、まあ、実家から通えるところって言ったら、まあその2つが女子サッカー部あって、まあ、たまたま藤枝順心の監督が声かけてくださったんで、そこへ進学することを決めました。夢とか目標とかその時はあった？その決めた時は、まあ、中学校3年生の時とかは、うん、実際あんまりなかったんですよ。中学校1年生で、まあ、清水第八っていうチームに入った。結構そのこう練習きつかったりとか、レベルの高い選手も多くて、結構自分に自信がなくなって、でその時部活、中学校の部活でソフトボール部に入ってて、でソフトボールの方が楽しかったんですよ正直。中学校1年生の途中かな、もうサッカーやめようと思って、ソフトボールが楽しかったんで、中学校3年生になった時に友達から誘ってもらって、サッカークラブチーム入らないかっていう風に誘ってもらって、まあちょっと趣味程度にやってみようかなみたいな感じで始めたです。ソフトボールやってたんだ。高校もソフトボールで行こうかサッカーで行こうかみたいなちょっと迷ってて、まあサッカーの監督が声かけてくださったんで、まあ、サッカーやろうと思って。それは別に好きじゃなかったのにってこと？まあ、その時はまあ楽しいなと思ってたんですけど、上を目指すっていうよりは、まあ、高校でもサッカーやりたいなぐらいな。でもさ、藤枝って結構強豪じゃん。今は結構県外の選手とかも集まってるんですけど、私が入った時はもう全員県内の選手で、まだ全国大会行っても神村学園とかに 7-0 ぐらいで負けるような、やっと全国大会に出れたっていうチームだったので、そんな強豪っていうほどではなくて、で私が高3の時に一応全国大会で優勝できたんですけど、それもなんか実力っていうよりはしちゃったみたいな。高校時代はさ、サッカーやっててさ、こう上を目指すでもなく、こう楽しんでやりたいっていうスタンスだったんでしょ？そうなんです。で、高校1年生の時、冬かな、秋か冬ぐらいの時に、アンダー16の代表候補に選んでいただき、それがなんか自分の中結構衝撃っていうか、アンダー16に女子の日本代表なんてあるんだみたいな感じ、すごい衝撃だったんですよ。それでまあ行ってみたら、そのメニーナー選手とか、めちゃめちゃ上手い選手が同世代にこんなにいて、それにもう衝撃すぎて、まあそこから上手くなりたいって思うようになって。じゃあそこからちょっと意識が変わって、代表を目指したいとかっていう思いとかもちょっとあった？はい、そこから、だんだん、まあ、その同世代の上手い人たちより、まあ、上手くなりたいとか、もう一回代表呼ばれたいとか、世界大会には行けなくて、いつも毎回アンダー16もアンダー19も直前まで全部呼ばれて終わったんですけど、最後の最後で落ちるっていう。世界大会とかって行ったことがなくて、なでしこジャパンのワールドカップが本当に初めての世界大会でした。今朝その高校を卒業してどこ行ったの？群馬県の関東学園大学っていうところに行きました。まあ、吉備国際大学とか、まあ、日体とかいろいろあったんですけど、結構高校でもなんかもう苦しいっていうか、自分が楽しいって思えてんのかなみたいな。本当に一から作り、サッカー部を作りましたよっていう大学がたまたま群馬にあって、なんか一から作ってるっていうのは自分も楽しめるのかなみたいな、どういう感じで作っていくんだろうっていうのがあって、まあ、本当に強いチームに行くっていう選択肢もあったんですけど、うん、そこはに逃げっていうのか、今思えば逃げたのかなっていう感じもあるんですけど。じゃあ結構なんか辛かったり、こう厳しいって感じることに対するその抵抗感っていうのはすごく小さい頃からあった？小学校の時とかもあの男子のトレセンに入れていただいてて、なんかすごい行くの嫌だった覚えてて、親とお兄ちゃんに体つかまれて車に乗せられて行ったとかっていう、結構なんか辛い思いはしてたのはすごいあります。群馬のその大学行って実際どうだった？
最初はやっぱり本当に試合できるギリギリの人数とかだったし、うんうん、群馬県の県大会からスタートしてレベルがもう何十対ゼロみたいな試合結構なんかその時はあ失敗したかもっていう、その一緒にやってるメンバーは結構いろんな強豪校出たりして上手な選手が集まってたんですけど、なんかちょっと違うかなと思って、結果的に3年目とかにはインカレに出れて3位とか取れたり、なんか終わってみたら本当に楽しかったし、こういう楽しさの中でまたアンダー19の代表とかにも呼んでいただいたんで、まあ、目指せるところがあった、それはすごい良かったなって思います。学生時代にこう何にこうサッカーの楽しさを感じてたの？その時はなんかサッカーの勝ち負けってよりも、うん、まあ、もちろん勝ち、インカレ出場したいとかっていう目標はあったんですけど、仲間と一緒にボールを蹴ることがもうみんな楽しんでるっていうのがなんかすごい嬉しくて、こう1年目2年目は、うん、あやっぱ上のチーム行けばよかったかなっていうのは感じたりしたんですけど、その指導者の方とかに話もしてて、でその中でもなんか、まあ、自分が本当にやるべきことやってんのかみたいな言ってもらったりとか、なんかこのチームでもっとできることあるんじゃないのかとかって言ってもらったりとかして、まあ、自分でも気づくことができて、まあ、このチームの中でも自分に足りないものすごいいっぱいあるなとかって思って、本当に終わった時には楽しかったなって思えたんで、その関東学園大学の監督が、まあ、なでしこリーグチャレンジしたいって言った時に、そのまあつながりのあるアルビレックス新潟練習参加行ったらどうだみたいに言ってもらって、うん、まあ2回目行った時は練習試合でそれを見ていただいて、まあ、OK 出してもらったんで、うん、そこに決めました。別にさ働きながらそうやってサッカーをするってことに対する抵抗感はなかった？それは当たり前、なでしこリーグの選手ってみんなそうって聞いてたんで、その働きながらっていうのは当たり前だなって思ってたんですけど、1年目は予想以上に大変で本当に辛かったなって、もう毎日辞めたいって思いました。何の仕事してたの？その時は病院の看護助手っていう、なんかまあ点滴とか薬とかを運んだりとか、あの外来で点滴来てる抗がん剤を打ちに来てる方のその部屋に薬準備したりとか、ベッドのシーツ交換したりとかだったんですけど、朝8時半から5時まで働いて、で6時からチームの練習っていう感じだったんですけど、その新潟の道路ってめちゃめちゃ混んで、で行きはもう1時間ぐらいかかって、帰りも夕方5時に終わったら、まあ、帰宅ラッシュとかで、でグラウンドに着くのが本当に5時55分ぐらいとかだったんですよ。で走ってグラウンド行ってスタートみたいな感じで、それが本当にしんどかったです。それでよく怪我とかしなかったね？結構してました。で、まあ、怪我してたんですけど、怪我っていうのも言えないぐらいの雰囲気っていうか、なんとか練習についていかなきゃとか、なんで自分が試合に出てるんだろうっていう気持ちもあったんですけど、もうとにかく頑張らなきゃっていう必死でした。働きながらこうサッカーをするってことを私はしたことがないんだけど、もしじゃあそういう生活じゃなかったら、サッカーだけに本当集中できる生活があるとしたら、どっちの生活を選びたい？私までの3年間は一応所属はベガルタだったんですけど、まあ、一応サッカーに集中させていただいてて、ほとんどまあプロみたいな感じ でその時はなんか本当にもう午前中とかもトレーニングできたりとか、食事の面に関しても時間がある分ちゃんと考えて作れたり、それはそれですごい良かったなって思います。今まあ働いてて、特にベガルタはすごいいい環境で、お昼ぐらいまで仕事して、まあ、水曜日は2時からで、他の日は16時から練習ができてるんですけど、まあ、それでもすごいいい環境でサッカーには集中できるし、で仕事の面でも、まあ、その集客とかお客様がどうやったら会場に足を運んでくれるかとか、まあ、サッカーに関わる仕事ができてるので、それはそれですごい自分のためにはいいなって思います。プロだったらプロでサッカーに集中できていいって思いますけど、責任とかもあるし、でも自分は結構今のスタイル、サッカーの関係の仕事に関わりながらサッカーもできてっていう生活はすごくありがたく思ってます。サッカー以外なんかこう学びたいとかって思ってることとかってある？なんか人と関わりたいな、いろんな人と関わりたいなっていうのはすごい思ってます。家と練習場だけの行き来しかないんで、人と関わることが全くなくて、人間として成長できてるのかなっていうか、なんかそれ今こうやってゆきさんとかと話ができてるのもなんかすごい新鮮な気持ちっていうか、なんかチームメイトとしか話さないんで、まあ、職場もサッカーの関係者なんで、人と関わりたいっていうか、じゃあもっとなんか違う世界のことを知りたいっていうか、どういう世界があるんだろうっていうのを知りたい。今までそのプロの世界とかでアスリートとしてバリバリやってた人が、今後引退後とかってどういう道
ものかなっていうのにも今の私には想像ができてないんですけど、そういう話、まあ、指導者以外でサッカーとは別の道でやってる人とかってどうやって、うん、そこへ行ったんだろうとかっていうのは知りたいなって思う。あの2015年の時にさ、代表に選ばれたじゃん、でワールドカップ行ったじゃん。でその時は試合のなんかスタメンに絡むようなポジションではなかったじゃん。だからその時にさ、どういうこう気持ちでさ、チームに関わろうと思ってた。まあそもそも選んでいただいたのが、まあサプライズとかって言われてたんですけど、本当に自分でもびっくりしてて、入れるって思ってなかったんで、なんで自分が選ばれたんだろうってすごい考えたんですけど、まあ、でも実際合宿とかそのチームに関わっていくうちに、なんかそういうなんで自分が選ばれたんだろうっていうよりも、チームがこれからワールドカップで戦っていくっていう一員にならなきゃって思って、なんかまあ試合に出たいっていう気持ちもあったんですけど、まあ、それよりもスタメン組、ある程度結構練習の紅白戦とかでもスタメン組、サム組とかって分かれる練習が多かったんですけど、その中でもやっぱスタメン組を勝たせたいっていうか、まあ一緒に勝ちたいんですけど、その中でもスタメン組が思い切って試合に臨めるような雰囲気をそのサブ組の先輩たちが作ろうとしてたんで、それに自分も乗ってかないとっていう気持ちはすごいありました。それはすごくこちらも感じてましたし、そういうのがすごくあったから、自分たちもすごく責任というか感じるようになったし、もっと自分のプレーに対して責任持たなきゃだよなっていうところもね、感じるようになったし、私もさ、こうずっとやっぱ試合に出てきた人生ではないし、そうそう、ベンチにいた時とかもね、結構代表もそうだし、クラブチームでも海外出てからはすごく多かったし、サワ組であれだけね、大きな大会をもう結構長期間、1ヶ月以上さ、ずっとこうさ、同じ人たちと一緒にこうやりながらチームを作っていくのって、すっごいやっぱりエネルギー使うっていう中で、その立ち位置で1ヶ月以上つけることも、ものすごくいろんなやっぱ神経をね、すり減らすだなっていうのはすごくイメージできるし、はい、試合に出てる人ってとはまた違うエネルギーの使い方というかがあるんだろうなっていうのはすごく思ってたし、チーム、そのワールドカップを戦っていて、これがなんかチームとしてあるべき姿だよなって自分なりにこう思ったこととかってある？もう一人一人がチームのためにその戦う、なんか試合に出てても出てなくてもチーム仲間のために戦うっていう姿がすごい見られて、まあ、特に私ベンチで見ることが多かったんですけど、そのベンチにまあ澤さんとかキンガさんとかそういったもうすごい選手がいる中で、やっぱ延長になりそうな時とか、そういう人たちが自ら氷を作りに行ったりとか、私たちよりも先にその出てる選手のために何かしようとか、まあ、声もずっとかけ続けてたし、そういう姿を見て本当は悔しいはずなのに、私たち以上に悔しい思いをしてるはずなのに、まあ、そういう姿を見て、あ、なんかこのチームに入れることがすごい幸せだなって思ったし、これが、まあ、日本代表の良さっていうか、素晴らしいチームだなって思いました。マジですごかったんです。あ、なんか自分なんかもともと結構試合出れないと、もう悔しくてみたいなタイプだったんですけど、なんか初めてワールドカップ行った時に、なんか別に悔しいとかじゃなくて、本当にもう勝ってほしいっていうか、なんか自分なんかできないかなとか思ったの初めてだったし、その中でも3試合目、なんかサブ組がスタメンで出た試合があって、自分も出させてもらったんですけど、ハーフタイムで交代させられちゃって、で自分の中ではまあそれなりにできてたって思ったけど、交代されちゃった時に結構悔しくて、でハーフタイムに涙出そうだったけど我慢したんですけどただ自分が交代されたことに悔しいなと思ってたけど、まあ試合中だし泣いたらダメだとかって葛藤してたら、その時出てなかったそのみずほさんとかキングさんとかがすごい声かけてくれて、ハーフタイムにそれがすごい感動して、なんかやっぱこの人たちとできてよかったってすごい思いました。そういうまあ経験をできたってことはさ、すごく貴重だと思うのね。そのさ、ワールドカップがさ終わって結局まあ準優勝で終わって、その後に何かこう感じたことって言ったらちょっと結構大雑把なんだけど、その後になんかこうサッカーに対する向き合い方とか、こう女子サッカーに対するねものだったりだとか、なんか何でもいいんだけど、心の変化とかってあった？自分がそのワールドカップで感じた先輩たち、そういう行動とか言動とか見てきた姿を、なんか自分が今度下の子たちにやっていかなきゃいけないし、自分が今度はその代表のピッチに立って表現できたらなっていう、その出てない人たちもそうやって思ってもらえるようなプレーとかを
見せれるようになりたいなって思ったんですけど、2015年終わった後のアジア大会とか何度か呼んでいただいた時に、その先輩方がいなくなって、あ、自分一人じゃ何もできないんだっていう、なんか今まで先輩についていっただけなんだなっていうのをすごい感じて、そこからなんか頑張らなきゃって思いと、あ、なんか自分何もできてないっていう自信がなくなったっていうか、いろんな思いが出てきました。雑にまとめんな。でも自分はゆうきさんの一番、ゆうきさんのそのプレーに対する姿勢、一番なんか勉強になったっていうか、グラウンドに着いたもう何秒か後ぐらいには、ゆうきさんとあやさんがグラウンドに出てアップしてる姿を毎日見て、自分はすごいこの2人はって思いました。なんかもうサッカーに対する姿勢、その気持ちとか、それが違うなって。まあもちろん自分たちも気持ち入れて入っていくつもり、まあもちろんそういうつもりは、そういう気持ちは持ってたんですけど、なんかもう着いた瞬間にもう切り替えてるっていうか、これからサッカーの練習をするっていう、サッカーに対する姿勢っていうか、そういう気持ちが、あ、違うんだなって思いました。それについていきたいって思ったんですけど、背中を見てました。見てるだけかい。でもそういうのって今あんまり見ない、集まって話して何人かアップしてとかって、まあそういうやり方もあるとは思うんですけど、自分はそういうゆうきさんとかあやさんの姿勢っていうのは、なんか真似していきたいなって思ったし、あ、なんか試合のための練習ってこういうことなのかなって思いました。何を思ってやってたんですか？なんかね、1分でも1秒でもやっぱ無駄にしたくないっていうのはあったよね。だってさ、もう限られてるわけだから、グラウンドでできる時間っていうのが。だったら誰よりも早く入ってって、やっぱいい自分の体の状態で練習をしたいし、少しでもいい状態で練習に入りたいし、それが質の高いやっぱりトレーニングにつながるし、アップの時に体を作っておけないと、その後の練習の質が下がっていっちゃうから。バスの中にスパイク入ってたんですか、もう。という時もあったね。うん、でもったいないじゃん。なんかすごくね、効率を考えちゃう人なの。それは昔からですか？うん、結構そう。それは今でも変わらないんですか？変わんない。うん、変わんないけど、そこまでそのなんか時間に追われてるっていう感じはもうないよ。やりたいから、そのアップをしたいからするみたいな。うん、そう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 。やっぱ考え方ですね。結構大丈夫かな、もう話結構聞けたから、もういいかな。まだありますか、なんか。